はい、開幕戦ということで本当にチームも気合を入れてスタートからエナジーを出してくれて、いいスタートが切れて、1クォーターはプラン通りに、進んではいました。でそこからやっぱり自分たち のターンオーバーで相手に流れを渡してしまって、2クォーターは耐えれたんですけど、後半に入ってまたそこのターンオーバーから失点が続き、チームの形がうまく機能しない試合となりました。やっぱりこう流れが悪い時にいかにこうどうプレーするか、チームとしてこうどう立て直してやるべきことをやっていくか、もう今日の負けは取り返しはつかないんですけど、とにかく明日もう一度チームで40分間戦うというのを今チームにも確認しましたし、とにかくそういう姿を皆さんにも見せれるように明日の試合もう第1クォーターからフルスロットルでやっていきたいと思います。